大きな玉ねぎの下で遥かなる思いは、1989年10月21日に発売された爆風スランプの15枚目のシングル。この曲は1985年発売のセカンドアルバム、幸せに収録された大きな玉ねぎの下でのリメイクである。表題曲の題名の大きな玉ねぎとは、日本武道館の屋根の上に乗っている義母子である。その義母子が、 大きな玉ねぎに見えるというところからタイトルが付けられた。実際に同曲のプロモーションビデオでは爆風スランプの日本武道館ライブでランナーを歌っているところの映像が一部使われている。歌詞の内容はライブの日に武道館で待ち合わせをしたペンフレンドが約束の時間に来なかったという失恋ソングだがこれは1985年に爆風スランプにとって 初の武道館ライブをレコード会社に決められた際、自分たちで武道館が満員になるわけがないから席が空いていることの言い訳になるような歌を作ろうという考えに至ったことがきっかけで書いたとサンプラザ中野は話している。第40回 NHK 紅白歌合戦でも歌われた。コスモ石油 CM ソング、また爆風スランプのメンバーが出演した松竹映画、 バトルヒーターの主題歌になっている。なお、同曲のアンサーソングにゆりまりの初恋はるかなる思いがある。2008年12月31日に日本テレビ系列で放送されたダウンタウンのガキの使いやら編で大晦日年越し SP 絶対に笑ってはいけない新聞社24時ではメインボーカルのサンプラザ中野くんによる替え歌が歌唱された。 2012年8月18日の DDT 日本武道館大会武道館ピーターパンでは DDT 社長の高木三四郎の依頼で特別バージョンが制作され大会オープニングで披露された歌詞の一部に球団主体機から日本武道館へ向かう情景が描かれていることから2015年5月21日より球団主体機の東京メトロ東西線ホームの発車メロディとして 使用されている。編曲は、向谷実が手掛けた。日本武道館の儀星大きな玉ねぎの下で遥かなる。思いどんな問題。ありがとうございます。